用意ドンで始まるかけっこ。学力偏差値、フォロワーの数、星付きを競うレストラン。世界には格付けが溢れている。この世に生きてる人間全員にランキングがつけられるとしたら、自分は一体何位なんだろう。最下位じゃないと思いたい。でも1位なわけもない。1億人の中だったら9000万位くらいかな。続いては転入生にして学園代表、篠原ひろと君による挨拶だ。まあそんな順位本気にする必要なんてないか。目に見える情報全てが真実とは限らない。この世には嘘が溢れてるんだから。よお前ら、俺が新しい七つ星の篠原ひろとだ。これから2年の間お前らの頭を踏みつけトップに君臨し続ける男、それが俺だ。例のお嬢様とやらにも他の誰にも星を譲るつもりはない。文句があるならいつでもかかってきてくれていいぜ。ゲームの申請は大歓迎だ。無様に叩き潰されても構わないなら、という前提の話だが、お前ら凡人がどうあがこうと、この島のこのアカデミーのランキングにおける頂点はこの俺だ。ああもちろんこれは全部嘘だ。新入生の皆さん、ようこそアカデミーへ。この島の学園生活は日本を代表する西園寺財閥が提供する最新鋭のテクノロジーによって支えられています。皆さんの評価は集めた星の数によって決まります。私たちアカデミーは最も効率的な星の獲得に学生同士のゲームを推奨しています。唯一にして最高の称号七つ星を目指して日々ゲームに励んでください。輝かしい未来に向けた学園生活が今スタートします。俺だって好きで七つ星になったんじゃねえ。なんでこんなことに。なんか迷ったっぽいぞ。おい、あのはい、私。この子すげえ可愛い。いや可愛いっていうより綺麗の方が近いか。ルビーみたいな目っていうか、なんかどっかで見たことある。アイドル？モデルとか？ねえどうしたの？用がないなら私は行くけど。あ、悪い。あ、じゃないすみません、ちゃんとありますよ。その、俺実は昨日この島に来たばっかりなんですけど、ちょっと道に迷っちゃいまして。
英明学園ってどうやって行けばいいか分かりますか？英明学園は4番区でしょ？ここ3番区よ。え？英明学園はこっち。地図を読むのは苦手。すみません。悩まらなくていいのよ。っていうか敬語も使わなくていいわ。あなた2年生でしょ？だったら私と同い年だもの。ああ、そうだったのかって。お？いや、なんでわかるんだよそんなの。デバイスの機能で名前とか所属学園なんかの情報を一通り見ることができるの。自分よりランクの低い相手に限られるけど。へえ。本当に何も知らないみたいね。デバイスの使い方なんて一番に説明を受けるはずだけど。ああ、まあチュートリアルはスキップする派ってことで。何それ、それで私に解説を頼むんじゃ世話ないじゃない。まあいいわ、ちょっとデバイスを見せてくれる？デバイスはこの島での必需品よ。地図が入ってるのもこのデバイスだけだし、島の情報がわかるストックっていう独自の SNS があって、メッセージとかもここから送れるから。あとここからゲームの申請ができるわ。相手の星を奪いたいときにはここから申請ね。ああ、ありがとう。でも地図を読むのが苦手ならデバイスが使えても目的地にたどり着けないんじゃない？4番区はすぐそこよ。広場があるから入り口まで私が案内してあげる。ついてきて。ありがとう。笑顔もかわいい。昨日この島に来たってことは編入生なの？ああ、でも一応入学式典には出ときたいなと思ってさ。いけない、うちの学校の式典も午後からなの。急がなきゃ。ここ4番区だからあとはわかるでしょ。ああ、ありがとな。じゃ、またね。大丈夫か？答えて。今のは偶然？それともあなたの仕込みだったりするの？え、いや、仕込みって、なんだよそれ。偶然に決まってるだろ。決まってる？どうかしらね。あなたちっとも動揺してないじゃない。思えば最初からおかしかったわ。誰でも知ってるデバイスの使い方を知らなかったり、4番区の学生なのに3番区をふらついてたり。そもそもこの広場だって4番区だし、最初から誘導されてたんだって考えれば辻褄は合う。はあ？いや、だから違う。ダメよ！言い訳なんて聞きたくないわ。大方、私は恥ずかしめて無理やり手ごめにでもしようとしてたんでしょうけど、そうはいかないんだから。いい、ゲームなら今ここで受けてあげる。あなたもアカデミーの生徒なら正々堂々かかってきなさい。なあお前さ、そのゲームが終わったらちゃんと俺の話を聞いてくれるか？何かうまい言い訳でも思いついたの？いいわ、聞くだけならいくらでも聞いてあげる。ああ、じゃあもうそれでいいよ。早く申請しなさいよ。え？まだとぼけるつもり？ゲームの申請はランクの低い側からしかできないでしょ。ああ、申請完了っと。うん、確かに受諾したわ。それで肝心の内容はって、ゲームは普通申請した人がその内容を決めるものでしょ。高いランクになる受諾者が中身を決めちゃったら勝負にならない。そこは申請する人が優先される。それなのに私も舐められたものね。あなたが送りつけてきたゲームの申請、空白のままじゃない。これって要はどんな勝負でも勝てるから内容はてめえが決めろってことでしょ。違う違う、なんかポチポチしてたら勝手に画面進んじゃっただけなんですけど。あのね、いくらなんでもここまで煽られたのは久しぶりよ。私、お前がそう思いたいならそれでいいよ。で、ゲーム内容はどうするんだ？バカにして。いいわ、少し待ってなさい、すぐに準備するから。単性にらめっこ強化版。お、いい、このゲームは名前の通りにらめっこの強化版よ。普通のにらめっこは笑ったら負けだけど、
このゲームでは表情を変えたら負け。つまり喜怒哀楽でもそれ以外でも感情がセンサーに検知されたら負け。ターン制ってのは、私とあなた交互に自分のターンが回ってくるのね。例えばあなたのターンならどんな顔をしても負けにならない。変顔でも何でもして私の表情を変えさせるわけ。要するにアタッカーってことね。これを1分ごとに交代していくの。了解だ。じゃあ早速ゲームを始めようぜ。え、いいの？まだアビリティもセットしていないようだけど。アビリティ？また知らない言葉だよ。ああ、別にいいよ、このままで多分なんとかなると思うし。なんとかなるですって。そう、アビリティ。普通なら一つ縛るだけでも十分なハンデって言われてるゲーム用アプリ。アビリティを全く使わないでこの私に勝てるっていうの。ああ、これまずったわ。分かった。もういい。もういいわ。あなたのお望み通りさっさとゲームを始めましょう。私をバカにしたこと、絶対に後悔させてあげるから。ゲームが開始されました。じゃ、あなたのターンからゲーム開始よ。1分ごとに予告なしでターンプレイヤーが切り替わるから。もっとも、1分あるのは私のターンだけなのだけど。アビリティ、数値管理レベル7。相手のターンを10分の1に制限して。あ、これはさすがに卑怯じゃないか。何言ってるのよ。基本も基本超汎用のアビリティじゃない。あなたはなぜかセットしなかったみたいだけど。ターン終了。次は私の番。創造 EX 起動。なんだよそれ、何がどうなってんだ。どうって、だからアビリティだってば。いいの？逃げなくて。逃げる？ええ、だって武器を作ったんだから。こうするの。やっ！鋭利な剣の見た目は平常心をかき乱す。表情変化は恐怖でも驚愕でも疲労でも何でもいい。相手の作戦もおそらく類似している。攻撃を避け続けてればいずれバテると思ってるのね。甘いわ。なんだなんだ、なんでこんなに人が集まってんだよ。服も乾いてきた。よかった、濡れたままで式典に行かなくて済みそう。なんで今日は入学式典、私は学園代表として生徒たちの前に立つ。なのにまた濡れた。ターン終了。事前にスプリンクラーに細工して乾きかけた服を再び濡らした。違うって、壊れてたんだろ。これじゃあ生徒の前には立てない。それどころか知らない人に濡れてるとこを見られた。相手が引き出したかったのは疲労の表情じゃない、恥じらいの表情。見ないで。西園寺サラサの表情変化を確認しました。ゲーム終了条件達成。これにより西園寺サラサから篠原ひろとへ星の所有権が移動します。西園寺サラサが手が開けた。おい、ほっといて。篠原ひろと様ですね。学長がお待ちです。まったく、ああ、まったく、君転校初日にとんでもないことをしてくれたね。さっきのゲームのことですか？そう、その通り。何がそんな問題なんですか？ゲームってここでは日常茶飯事なんじゃ。そうさ、普通のゲームならね。残念ながら今回は違う。いいかい、君はつい先ほど大変なタブーを犯してしまった。少し状況を整理しよう。君は今朝ここに来る途中で迷い、そこで一人の少女と出会った。可憐な彼女にすっかり見入られた君は、偶然のハプニングを装いセクハラ行為に及んだ挙句、ゲームまで仕掛けてなんやかんや勝利した。悪意ある改変はありますが、結果的には合ってます。セクハラ以外は何ら問題ない。多学区の生徒から星を奪うのはむしろ我が英明学園にとっても好都合だ。じゃあ全部問題ないじゃないですか。今回は相手が特殊すぎてね。3番区桜花学園所属、高校2年生、
入学試験の成績は歴代最高で、島で唯一の七つ星としてトップに君臨していた。入学してから敗北はゼロ。それが君が出会った可憐な少女、もとい女帝サイオン寺サラサの正体だ。サイオン寺ってどっかで聞いたことあるような。だろうね。サイオン寺家はアカデミー創始者の家系だ。現在のアカデミー総責任者はサイオン寺政宗、サラサはサイオン寺政宗の孫、ビップ中のビップってわけだ。そんなやつを俺が倒した。そう、孫うことなき小物の君が。編入試験の成績は最下位、ギリギリ合格の君が、すがすがしいほど土底辺の君が、雑魚が、モブが。もう大丈夫です、わかりました。そんな君が西園寺政宗の孫をボロクソにしたわけだ。あの男は非常にプライドが高くて厳格で冷酷で、怒らせたら怖いんだよね。まさか俺退学ですか。退学で済んだら御の字だよね。西園寺家のメンツを守るためなら何でもやるよ、あの男。しかしまだ助かる方法が一つだけある。君を七つ星に仕立て上げる。え？今回の件、最もまずかったのは何か。それは女帝西園寺サラサが雑魚に倒されたこと。女帝を倒した相手がそれにふさわしいレベルであれば西園寺政宗も怒るまい。君が女帝と同格の存在に七つ星になればいい。待ってください、俺一つ星ですよ。七つ星とか死んでも無理でしょう。ああ、本来なら君が七つ星は死んでも無理だろうな。なぜなら君は孫うことなき小物で。だからもう分かっています。だが君は運がいい。デバイスを開いてみろ。君は先ほど女帝とのゲームに勝利した。彼女から奪った星の色を見てみたまえ。あれ、星って白でしたよね。ああ、それは通常の星ではない。島内で十数個しか現存が確認されていない特殊な星。この赤の星が持つ特殊な効果は。赤と聞いて何を思い浮かべる？ケチャップ。意外にも可愛らしい答えをありがとう。でも違うよ、赤のユニークスター、その効果は何でも一つ嘘をつくことができるというものだ。ほら、嘘は真っ赤だと相場が決まっているだろう。嘘、まさか。そう、本来なら一つ星である君のデータを嘘で塗り固め七つ星にする。そんなこと可能なんですか。ああ、あの赤の星は女帝がその所有者になるまで長らく西園寺家で保管されてきたものだ。効果まで知っている人間なんてそうはいない。なんで学長は知ってるんですか。私は赤の星の元所有者だからね。要するに偽りの七つ星ってことですか。ああ、シナリオとしては編入試験で女帝を超える史上最高点を叩き出した異端の天才現るって感じかな。編入初日史上最速の七つ星だ。もちろんこの計画を実行するかどうか選択の自由は君にある。実行しないなら今日中に荷物をまとめて島から出るんだな。君が違法アビリティを使って女帝を陥れたということにしておく。何のためにこの島に来たんだ。君には大事な目的があるはずだろ。そう、俺には目的がある。会わなきゃいけない奴がいる。バッドエンドなんてごめんだ。ここで諦めるなら二度と彼女には会えないだろうね。俺ははめられたってわけですか。いや、ここまで読み切っていたわけではないさ。ただ私はしたたかな女でね、嘘でも事故でも使えるものは何でも使う。わかりましたよ。なってやればいいんでしょ、最強に。どこがツボなのか謎ですけど。無様に叩き潰されても構わないという前提の話だが、どや。バカにしてますよね。してないしてない、喝采送ってるよ。さすがだね、まさにメンタル詐欺師。内心で抱えている感情と表に出す表情と完全に切り離すことができる。君をこの学園にスカウトして正解だったよ。あの、それより俺今日からどこに住めばいいんですか。ああ、寮をこちらで手配した。デバイスに座標を送っておく。どうも。それじゃあまた素晴らしい演技期待してるよ。無様に叩き潰されても構わず。
特技ねえ。ねえ、今日の式典ではとてもご立派な演説だったじゃない。なんで知って？ストックで拡散されてたから。ねえ、あなたは何が目的なの？私の弱みを握ってあんな目立つ発言をして、なのにまだ誰にも秘密をばらしてない。どういうこと？もっと注目を集めてから徹底的に私を潰すの？許して、お願いだからもうやめて。都合のいいことを言ってるっていうのは分かってるわ。でも私にだって事情があるの。どうしてもこの嘘を突き通さなきゃいけない理由がある。だからお願い、言わないで。それ以外なら何でも言うことを聞いてあげるから。いや、あのさ、お前さっきから何の話をしてるんだ？とぼけないで。真剣に頼んでるんだから茶化さないでよ。知ってるんでしょ、私が本当は西園寺更紗なんかじゃないって。は？はじゃない。ええ、そうよ、私は更紗じゃない。1年前から更紗の替え玉として学園に通ってる赤羽里奈よ。負けたら嘘が全部バレるって状況で1年間ゲームに勝ち続けて、でも今日あなたに負けた。私が持ってた赤の星をあんたは奪ったんだから、私の嘘をもう知ってるはず。赤の星ってそういうペナルティーがあるのか？まだとぼけるの？赤の星は何でも一つ嘘がつける代わりに自分より後の所有者にその嘘がバレるってデメリットがあるのは知ってるんでしょ。赤の星を持っているのはあんたなんだから。なあ赤羽、いや西園寺、それ全部お前の勘違いだ。え？俺はお前に聞くまで嘘のことなんか全く知らなかった。俺は本当に昨日この島に来たばっかりだし、デバイスの操作方法だってろくに知らない。赤の星にデメリット効果があるってのも初耳だよ。そんなわけないじゃない。あなた私に勝って七つ星になったんでしょ。まあ本来ならそうなるんだろうな。でも俺本物の七つ星じゃないし。それが俺のついてる嘘なんだよ。赤の星の効果を使ってな。いいか、俺の本当のランクは一つ星。それこそお前から奪った赤の星しか持ってない最低限だ。お前と同じで事情があって仕方なく星を偽ってるだけ。ちょっと待って、待ちなさい。じゃあ何？あなたはアカデミー最強なんかじゃなくて、ゲームに勝ったのは偶然で、私の秘密も知らなかった。ああそうだよ、そういうことだ。嘘、それじゃあ私もしかして自分から。ちょっと待て、こいつは本物のお嬢様じゃなくて替え玉、つまり西園寺家の令嬢とかじゃないんだから、もしかしてこいつを倒しても理事長の逆鱗に触れたりしない？だったら俺が七つ星になる必要なんて最初からなかったんじゃねえ？これが寮、何から何まで嘘だろ。あ、すみません。お帰りなさいませ、ご主人様。すげえ、かわいい。